さあ、ここからがハイライトだ。アルティメットリバイス、最強フォームとしてかなり戦績良かったに対する、ネットの反応をお送りするよ。アルティメットリバイスってなんか個人的にちょっと活躍薄い印象だったけど、戦績的にはだいぶ優等生だよね。明確な負けって冬映画くらい？苦戦するくらいなら岐阜戦とかもあるけど、変身解除まで行ったのはそれくらいのはず。どっちか片方だとちょくちょく苦戦するけど、二人揃ったら最強ってのを最後まで貫いたのは偉いと思う。どっちかというと戦う相手が弱いって感じがすごい。初戦の相手なんて最終的にアギレラ様がワンパン撃破してるし、これもウヘルギフテリアン強いっての作ってる側が忘れてそう。ってなっちゃった。ヘルギフテリアン途中まではしっかり格が違う敵キャラとしてお出しされてたのにな。ヘルギフテリアンは会話能力がある特別な個体だった割にはキャラが薄すぎる。体重が線みたいなのがもっと見たかった。令和最終って見た目も名前もシンプルなイメージがある。なんか磁力以外にゲート開いたり封印したり、そんなことできたんだ、みたいな小技が結構多かったイメージ。最終フォームにふさわしいかっこいいワードももう品切れになってきちゃったのかな。リバイスは単に空画とかぶせただけじゃないか。50周年作だし、アルティメットモチーフの銃画との対決もあったりしたし、冬映画でギーツ合流前の実質リバイスラストバトルが、これという能力も使わずあまりにも地味だったのが衝撃だった。圧倒的な力あるのに、長官に殴り込んだりしないでグダグダと小規模な小競り合いやってた印象ある。戦うたびにそこは分身使えよって突っ込まれたやつ。そういえば平ジェネだったかくらいの時にガタキリバは、前と違って CG 技術発達したからそこまで大変じゃないみたいなこと言われてたけど、アルティメットはそうでもなかったのかな。重力でひとまとめにして爆発させる技持ってるから分身する必要すらねえんだよ。これも一回しか使わないけど。初陣で変に能力持っちゃうとね、ライダーのコスプレしてるだけって設定だったバイスが、ドライバーちゃんと装着して真に仮面ライダーになったってのは好きだけど、そのせいでリバイスドライバー二つもいることになったのはあんまりだぞ。二人で漫才させたいのはわかるけど、サンダーゲイルが最強でいいんじゃないかな。最終フォームで合体は確かに収まりいいけど、リバイスは二人で一人のバディライダーってコンセプトなんだから、また二人に分かれたのは個人的には結構好き。安易に合体フォームを最強にせずに、初期コンセプトに立ち戻ったのは評価したい。なんで合体するとバイスがほとんど喋らなくなるんだろう。分身を使わないのは予算ゲージの都合もあるから仕方ない。おもちゃ的には、最強必殺技のサッカーボール化をろくに使わなかったのは反則としてやる気がなさすぎる。アルティメットリバイスの問題は、はよぎふ様と戦えって状況を延々引っ張ったことだからな。アルティメットリバイスはカードゲームとコラボした時に、よりにもよって分身能力を再現されたの笑ってしまった。敵少ないくせに味方ライダー出しまくるから、アルティメットリバイスが絶対プレイばっかになるんだよな。ぬめっとしたサイバー感ある見た目マジで好き。一人で二人の仮面ライダーっていうコンセプトなら、究極フォームは合体よりも分かれたってのは好きよ。アクションかっこいいから好きなんだけど、なんで唐突に磁力ってなる。どうせならリバイとバイスの見た目差別化して欲しかったと思ってる。ブルーとピンク入れ替えるとかでもよかったのに。一応尻尾残ってるけどマフラーも残した方がよかったかも。ヘルメットかぶるのいいよね。二人が合体すればどんなやつでも蹴散らせる迫力があるリミックスが魅力的だったのに、なんで最終フォームがただのサッカーなの。せめて派手ならいいんだけど、なんか牽制技みたいだったね。仮面ライダー五十嵐の方はなぜ出てきたのかすらわからない合体フォームだったな。基本で決めたい監督の性癖が。アヤーレックスゲノムで決めたいっていうプロデューサーの意見だ。監督の性癖は一気に VS ケインの生身アクション。バイスすら活躍させないのはふざけてんのかって思ったよ。これ仮面ライダーリバイスの劇場版なんだけど。かっこよさで言えばファイナルステージのリバイスシンがナイスデザインすぎる。サンダーゲイルは黒インクモチーフのジャックリバイスから進化して、カラー印刷の4色って聞いて、なるほど。ってなったけど、やっぱリバイとバイスの合体って考えるとリバイスシンが一番だわ。地味に最近にしちゃ珍しく全く武器使わないフォームだった気がする。それがちょっと印象の薄さの一助になってたかもしれないけど。
ギフを倒せる力だったり封印する力だったりするやつ。封印したのにやった本人たちも倒したものと思ってたり、何だったんだろうかあの辺。封印したぞって思ってたけど、実は怪人体とは別にギフ空間の中の本体も同時に叩かないと倒しきれない。って感じ。それはいいんだけど倒したはずぜ、みたいなこと言ってなかった？一気たち目線では倒せてたと思ってたとかじゃない。確かカゲロウがギフの弱点に気づいて、みたいな感じだったし。だからその時封印するって話したろ。弟の話聞け一気に。バリ、ボル、ローリング、サンダーゲイル、ギファードレックスファイナルスタンピング。こんなの今までの強化形態大集合して一斉必殺技とかするやつじゃん。中身がレックスゲノムまんまなの好き。必殺技の使い捨てが多すぎる。おもちゃ的な無茶さは置くとして、バイスもベルトをまくってドラマ的にすごい意味がありそうじゃん。何もないの？今までバラバラの姿だった二人がほとんどお揃いになるのは結構好き。二人の力を合わせた変身でもなく別々にできるのはななんだかなって感じ。普通のリヴァイ、バイスが宇宙服着たみたいなデザインなのは結構好きなんだが、その宇宙要素がなんか急に来たなって感じでな。宇宙は来るもんだってリヴァイスの10年前の先輩も言ってたし。最終的には三兄弟はそれぞれが細胞持ちでギフ様に攻撃が通ることになったから、じゃあ謎手術までして親父から引っこ抜いた話は何だったんだ。ってなるのがマジでヤバいと思う。ギファードレックス誕生に一気バイスの絆がほとんど関係なくて、パパさんと狩崎親子の努力の結晶になっちゃった結果、ドラマ的な意味がわかんなくなっちゃった。場当たり的に設定変えるのが悪い。素材は悪くないと思うんだけどな。急に崩れた作品だから要素の良し悪しとかなんも関係ないんだよね。実際サンダーゲイル出るまではむっちゃ面白かったと思うよ。今見直すとこの設定大半虚無なんだよなってなるけど、それでも肩透かしどころか、わざわざ拾って壊しまくったからな。まずい素材などない。あるのはまずい料理だけだ。このコース料理途中まで美味しかったから、食ってる途中で腐って腹壊れるくらいの変化っぷり見せたと思う。いつも異次元から出てくるやつを異次元に封印してまた出てきてびっくりってどんなギャグだ。マジで途中で設定変えたせいで筋がめちゃくちゃになったのが悪い。ギフの細胞だけで強くなりすぎじゃない？その場しのぎのために設定変えてそれでよかった頃の話にも泥塗るからな。俺は見たかったよ、フェニックス基地ロボ。初回の増殖強すぎる。なんか二度とすることはなかった。やっぱりアケミさんが悪いよな。結局誰もアケミさんのこと思い出さなかったな。本編で思い出さなかったのはまだいい。この手の本編で忘れた要素を V シネマですら回収しなかったのはマジで初めて。木下が特撮初なのを差し引いても、望月と仕事のパートナーとしての相性は最悪だと思う。崩れ方が本当に急だった覚えがある。最初よくて徐々に下がっていくパターンは何度も見たけど、直角に落っこちるなんてのは初めての体験だった。いや、カブト、それよりひどいわ。カブトもただの肩透かしパターンだし、バリットレックスが一番見てて面白かったな。中盤で強化しといたよってインフレに追いつけるようにしたのは、割と今後の作品でもしてもいいんじゃないかって思う。毛利が軌道修正して翌週ぶん投げられるのは笑うしかなかった。長官大事の疑似親子ネタを秒でゴミにするな。単なる期待外れじゃなくて、元はこう考えてたんですよのほとんどがその期待通りだったからね。俺が最終フォームで見たかったのはリヴァイス神なんだ。いや、融合形態が最終なのはリヴァイスらしくないな。一気の記憶が消えてる件って、設定開示から毛利が拾うまで2ヶ月くらい放置されてたよな。記憶消えるスピードが可変式すぎる。記憶が消えても写真からは消えんだろ。写真を物理的に隠してるのが面白すぎる。結局ギフ様はただの宇宙人ってことになって、人間の中の悪魔とは無関係なのに、なんで悪魔の元締めみたいに崇められてるのかがよくわかってない。ライダー増やしまくるのもやけくそだったのかなって今でも思う。そんな急かな？ギフテリアンになると助けられないとか、アギレラストーカーかあたりから同じことの繰り返しでつまらなかったけど。いや、今思えば序盤もところどころ予兆というか首をかしげるところはあった気がする。急に仲直りするゴルファーとかゲストキャラの扱いがこう、
序盤だったから我慢できたけど今見返すと耐えられない。なめくしかしてないやつ、分身とかなんだったんだよ。リバイス神は映画で見たかった。あれならダイモンと対マンしても不満なかった。実際最終フォームが融合だったら、劣化ダブル扱いされて終わってそう。誰の心にもあるローリー一体の悪魔との関係を、必ず S 極と N 極がセットになってる磁石になぞらえてるのはすごく良いモチーフだと思う。